京都で丹波取ったらいかんやん。あ、まあ、大阪やと思ってるからだけど向こう淡路の人が賢かったよね。兵庫県に着いたの。まもなく兵庫スラビアに入ります。ボーダー兵庫スラビアにおける県境とは、本州を陸路で縦走するには必ず通らなければならない県が一つだけあります。それは兵庫県です。北は日本海、南は瀬戸内海。本州で2つの海と接している県は両端の青森県、山口県以外では兵庫県だけなのです。その兵庫県はかつての5つの国、旧五国、摂津、丹波、田島、播磨、淡路から構成されており、多くの文化が入り混じっている県といえます。そして2010年代、多くの文化が入り混じった兵庫県を旧ユーゴスラビアになぞらえて兵庫スラビアという表現が登場しました。2020年、日本では県をまたいだ移動の自粛が求められ、県境がこれまで以上に意識されるようにもなりました。この番組ではそんな兵庫県、兵庫スラビアの県境周辺に暮らす皆さんに取材を行い調査しました。兵庫県のお隣といえば、東側に接する大阪府、京都府、西側に接する岡山県、鳥取県、そして淡路島の南側の徳島県です。その5カ所をナビゲーターの谷五郎が直接訪ねて聞いてきました。さて、どんな展開になるかお楽しみください。ナビゲーターの谷五郎です。さあ始まりました、兵庫県、兵庫スラビアの県境にスポットを当てて進めていくわけですが、僕谷五郎が現地に行って取材した模様をお届けしながらお送りしていきます。まあとにかく兵庫県は広いですね。取材してみて本当に改めて実感しました。今回は兵庫県の旧五国を区切りと考えて、お隣のそれぞれの地域との関係、意識、そして文化や歴史など県境ならではのお話を紹介しながら進めていきたいと思います。徳島県との県境の淡路島南部をスタートして、時計回りに兵庫スラビアの県境を紹介していきます。ボーダー兵庫スラビアにおける県境とは、まもなく淡路の国に入ります。まずは淡路の国と徳島県の県境です。阿波踊り、鳴門の渦潮が有名なエリアですね。淡路の国は淡路島です。淡路の名前の由来は、徳島県鳴門市などの阿波の国への道という説があります。また日本の神話の中では、淡路島は日本で最初にできた島とされています。県境としては淡路島の南部の南淡路市、そして鳴門市になります。ここは海が県境となっています。淡路島の南、南淡路市、そして鳴門海峡大橋を渡ってすぐの鳴門市で県境を意識しますか、兵庫県人、徳島県人を意識しますか、など聞いてきましたのでお聞きください。まずは兵庫県側。日頃なんかその県境、県境みたいのを意識したことあります？いや別にないですね、それは。自分は兵庫県やな、はい、県民やなとかいう意識も、あ、別にそれはそうもないですか、はい、基本的にまあまあ鳴門海峡を渡っていくんで、まあ、そこであれですけど、いや淡路と徳島だったら徳島の方が何でもあるから便利やなとは思うけれども、まあね、兵庫県に属しているから兵庫県の恩恵を受けながらまあまあ。続いて徳島県側。昔あれですよ、淡路は四国阿波藩だったっけどね、一緒やったんでしょ、ね、だけど向こう淡路の人が賢かったよね、兵庫県に着いたの。
うん、いやほら兵庫県に行きたい、着きたい、ね、そんなに、まあ、意識するっていうことはないんですけど、うん、やっぱ、まあ、淡路島もそうだし、うん、神戸とかもそうなんですけど、うん、すごいおしゃれやなと、おまたこっちはちょっと違う、やっぱり兵庫と徳島はちゃうなみたいな思ったりします。ああもうなんだかんだよ、だって大都市ですからね兵庫県は。はい、ということで、まあ、普段はあんまり意識している人は少ない印象でしたね。まあ、南淡路市の人は橋を渡って徳島へ買い物に行く、逆に鳴門市の人は神戸まで行くとかね、そんなケースもあったみたいなんですが、まあそれぞれやなとは思ったんですが、今回いろいろお話を聞いてるうちにね、僕も知らないことをたくさん聞くことができました。各地域のそんなエピソードをそれではご紹介しましょう。まずは徳島県鳴門市の漁師さんのお話です。で何でもね、鳴門なんとかってついたでしょ、うん、鳴門わかめと、うん、鳴門とついてんのはなんでかな、鳴門やもん、なんでかって漁業権が淡路のここまで、徳島県の漁業権でね、漁業権がねキワキワまで、うん、もう真ん中じゃなくて真ん中でない、あもう淡路のキワキワ、鳴門海峡のほぼ、うん、徳島県の漁業権だ、おこれだけ鳴門って言われる、さやから鳴門海峡で淡路海峡じゃないですね、はい、だけ淡路は明石いたら明石海峡でね、あこれは2つもいらんで1つくれたらええんだよここのね漁港なんかも、まあ、昔はそのタイがむっちゃ有名やってたけど、今日今さっきなんかハマチが、ほらあの水温の上昇とともにな、うん、一年中もこれがな、うん、あ南移動せんのかなんか知らんけど、もう居ついてしまっとんやな、ハマチが、うん、まあ今まで例がなかったんやけど、今年に限り、うん、年末からずっと、なんかその取れるものも年々変わってきてるなみたいなことも感じます。これが怖いな、怖い、あるあるある、もう目に見えてあります。いやこの漁師さんの漁ができる境界線いうのが、まあ、県境とは別にあるみたいで、まあ、その鳴門海峡の場合はほとんど淡路島のキワキワまで鳴門の方が取ることができるという、そういう話で、これ初めて聞いてびっくりしました。それとあの取れる魚の種類が変わってきてるというのはちょっとね心配ですよね。カレイがね今までよく取れてたのがもう取れんようになった言うてありましたわ、まあ、それもちょっと温暖化とかいうのが原因なのかなと思ったりしました。それとね淡路島側であの理髪店さんがあってね、そこ取材させてもらったんですが、お店の名前が鳴門と言いますね。淡路ですよ、淡路やのに鳴門、なんでですか言うたら、わからん言うてましたわ、はい、でも今はもう鳴門と言うたらアニメの影響でね、もうそんなも世界中に有名なね、名前になっとんちゃうかなと思ったりもしました。教えて田辺先生。さあここで淡路島と徳島県の歴史的なお話を、兵庫県の歴史について詳しい兵庫のヒストリアンこと園田学園女子大学名誉教授の田辺誠先生に伺いました。江戸時代の初め、大阪の陣で豊臣氏が滅亡した時に、徳島のお殿さんだった八須賀家が手柄を立てるわけですよ。そこで幕府は本土のその徳島阿波の国にプラスして、まあボーナスみたいな格好で淡路島の大半、岩屋の部分除いた地域を徳島藩に授けると、淡路を江戸時代支配するわけです。でところが150年200年以上経ちますと、もともとのこの阿波のお殿さんと淡路の支配者との関係を徳島の侍もあんまりわからんようになると、そうすると徳島の侍は淡路の侍を軽蔑して見始めるんです。自分らで一段下やと。どういうことかというと、阿波の侍は全部八須賀家の家臣やと。ところが淡路の侍は八須賀家の家臣の稲田家の家臣やと。だから自分らより一段低いというような見方をし始めるんですね。でそこで淡路の侍たちは、淡路だけでも1万石以上大きな石高があるし、一つの国ですから、そこでできたら徳島藩から独立して、淡路に一つの藩を作りたい、こんな気持ち持ってる。で
幕末から明治のごたごたの時に洲本を中心にした淡路島の侍がそういう動きをしたということに腹を立てた徳島の侍たちが1870年です、ちょうど廃藩置県の前年なんですけども、この5月13日に洲本を攻撃するんですね。そして洲本の侍18人殺され、20人ほどが傷つけられ、洲本の城下の町に火がかけられると。でこの出来事を稲田家の騒ぎということで稲田騒動と呼んだり、江戸10巻12章を取って皇后事変という名前で呼んだりしているわけですけど、この結果廃藩置県になりますと、もう淡路を徳島と一緒にしてたら今後揉めることが起こるに違いない。そこで徳島から分離する、そしたらどこの県に入れるかという時に北側にあった兵庫県に合流させた。こんな経緯で徳島と非常に政治文化関係の深い淡路の島が明治の初めに兵庫県に入ってきた。そのきっかけになったのが稲田騒動です。なるほど、そんな歴史があったんですね。うわ、これ興味深いですよね。ボーダー、兵庫スラビアにおける県境とは。まもなく播磨の国に入ります。さあ続いては2つ目、兵庫県の西側、播磨の国と岡山県との県境です。南部の赤穂市は赤穂浪士、あの討ち入りの話が有名なところですよね。北部には B 級グルメで人気の佐用ホルモンうどんの佐用町などがあります。播磨の国は兵庫県の旧五国の中で一番広いエリアです。西側が岡山県との県境になります。今聞いていただいた音なんですが、これねカンポンポンという名前の楽器の音なんですね。県境の岡山県西粟倉村に移住して、地元の木材を使ってオリジナルの楽器を作っているという工房でお話を聞いてきました。主に子ども向けの打楽器を作っておりまして、素朴な楽器がたくさん並んでました。ここは廃校になった校舎を利用しての工房やレストランなどを運営しておりました。今回各地を取材している中でも、こういった廃校を使った施設はいくつかありましたね。こういう再利用はすごくいいなと思うんですが、逆に言えば子どもが少ない、過疎が進んでいるということですよね。兵庫県佐用町に西新宿というところがあります。新宿といえば東京の大都会なんですが、こちらはこんな地域でした。全国の花菖蒲園が衰退の一途をたどり、あら、閉園が相次いでるっていうのが、もう貴重なあれやね、ここ菖蒲園は、ね、ここは必死で頑張ってる、ね、はい、でここお姉さんだ何人ぐらいいてありましたっけ。今や、はい、まず10件15人、うん、90歳前後の一人暮らしのお姉さんたちが主力です10件15人。若い人なんかにこっちに移住とかで住んでほしいですか。もちろんです、うん、もちろんです、ね、うん、この地域を守りたいという。そうですね、ね、うん、この菖蒲園は佐用町の西新宿という地域にあるんですが、一番若い人が75歳という状況でして、過疎化が進んでおりました。集落で管理していたお寺にも皆さんが行けなくなりまして、もう逆にお寺を麓に移したということです。そのお寺の鐘が幸せの鐘として菖蒲園にありました。幸せの鐘つきます。他の地域でも過疎化が進んでいるところがありました。時代の流れとはいえ守っていきたいものもありますよね。さあ兵庫県の西側の一番南、赤穂市の JR 備前福川駅前でこんなお話を聞いてきました。お生まれはこちら福、そうです、はい、福浦、はいはい、で一番兵庫県の西の端ですよね。そうですね、はい、合併してからいう形ですけどね。あ、合併、はい、合併したんです。
昔は岡山県だったんですが、岡山県和気郡日生町福川だったんです。あ、ここ福川駅の今前ですけど、はい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 、ここは岡山県やったんですか。そうです、生まれた時は岡山県だって。そうです、昭和30年はまだ岡山駅です。岡山です。これ小学校の時に兵庫県になったわけですか。はい、はい、どんな気持ちでした。いや、その時ね、私まだ小学校1年2年生だったんで、うん、もう一つはっきりとは分からなかったんですけど、うん、まあ賛成と反対が、うん、はい、もう左右に分かれていたら変な言い方ですけどね。それどっちに所属するかで。そうです、赤穂市の方か、それとも岡山県そのまま存続で岡山県の方かということで揉めたわけですね。はい、はい、いや、ここにも歴史的な背景がありそうですね。それでは兵庫のヒストリアンこと田辺先生に詳しく聞いてみましょう。教えて田辺先生。はじめ福川村は岡山県の日生町と合併をすることになるわけですけども、それがまあ東は赤穂市があると。でそこで昭和28年に赤穂市に非公式に合併ができないかということを打診する動きがありました。28年、翌昭和29年に台風でこの福浦の鳩場が大きく傷む、そうすると復興するときにも資金がいるわけですよ。でこんな動きの中で、まあより裕福な赤穂と合併できないかと。で赤穂がもうこれを受け入れようということ。ただし兵庫県と岡山県、越県合併ですから、県を越えて合併するわけですから、これはなかなかスムーズにいかない。赤穂市長が兵庫県知事に県を越えた合併をさせてほしいという嘆願書を出したり、逆に岡山県議会はこれに対する反対決議を行ったり、スタモンダの挙句に、福浦の地域だけが昭和38年に県境を越えて、まあ、昔で言った国の境、備前と播磨の境を越えて播磨の赤穂市に合併した、そんな経緯がありましたから、今も赤穂市の中に備前福川という JR の駅があるという、興味深い状態になってるんですね。はあ、そんなことがあったんですね。自然災害なんかも、もう一因になってるということですね。さあ、それでは兵庫県佐用町、岡山県西粟倉村でもこの県境の意識について聞いております。隣岡山でしょ、はい、岡山を意識したりします？わかんないですね。意識しない。しないですね。なら岡山と兵庫の違いみたいなの感じますか？あ、方言じゃないですか。ああ、僕も面接行った時方言が出て何言ってるかちょっと分かんなかったんで。あ、そう。何回もちょっと失礼ですけど聞き直してちょっと聞いてましたね。へえ。ずっと岡山県人の感じ。そうです。はい。なんか自分は岡山県人やなって意識します？します。言葉も違うし、もうやっぱり山のが風景がもう好きだから、もう雪が嫌じゃいう人もおるけど、やっぱりここはここのいいとこがありますね。まあこっちの方がなんか関西圏なんで、僕ら言ったら岡山の中国、中国やからね。だからこっちの方がなんかちょっと活気が今ありますよね。あ、気持ち的にこれ言葉の違いというのが、まあね、県境を意識させるいうのが要素かなと思うんですけど、それでも不思議ですよね。県境で言葉が変わるってなんか不思議やなと思ったんですけれども、それとね、ホルモンうどんありません。佐用も有名やし、岡山の津山も有名ですけど、このホルモンうどんのね、この佐用はつけだれ言うんですか、で食べるんですけど、津山はタレを焼き込むんだそうですね。だから同じホルモン焼きうどんでも食べ方も違ってくると、そんな話も聞きました。ボーダー、兵庫スラビアにおける県境とは。まもなく田島の国に入ります。トンネル。さあ続いては3つ目、田島の国です。田島の国は西側が鳥取県です。
標高1510メートルの氷ノ山の山頂あたりが県境になっておりまして、北へ行けば湯村温泉、そしてカニで有名な浜坂漁港がありますね。鳥取県との県境新温泉町では目に見える県境を教えてもらいました。で、あのすぐお隣は鳥取ですよね、はいはい、あの普段そんな県境なんか意識することあります？県境は意識は普段はないですね。強いて言うなら冬ぐらいですかね、うん、え、冬に？冬に雪が降った時に、あの除雪がどうしても自治体で違っちゃうので、除雪のやり方でちょっとあの違いを感じることはありますね。どう違いますよ？まあどれだけ綺麗にできてるかとか、はあ、はい、そこは差が歴然とって言ったら失礼かもしれないんですけど、やっぱりありますね。これ例えば県境行ったら、あ、もうがパカって変わります。あの飛び越えないので、除雪は県をまたがないので、その除雪の仕方にか雪の残り方がガラッと変わるんですか？違いますね。これは知りませんでしたね。ちょっと見てみたかったんですけど、ほいでもまあ、 あの玄関の掃除しとっても隣の分までちょっときれいしといたろかいう気がないんかいね。いや面白いですね。しかし、行政によって違うというね、まあ、調べてみますと、この県境で行政が変わることによって道路の作りや街の雰囲気が違うところもあるみたいなんですね。例えばこれ極端な例ですけど、県境を挟んでこちらは住宅地、あちらは工業地帯と決められておりまして、雰囲気がガラッと変わるところもあるみたいなんです。移動しておりまして、あれ雰囲気が変わったなと感じたら、そこは県境とか市の境界線かもしれませんね。まあ分かりやすいところではマンホールの模様が違ったりしますよね。さあ、そしてこの辺りでは県境を越えてこんな取り組みがありました。ステッカーを、ステッカーで、このキリンの町っていうのは、そのもともと新温泉っていうのはその生活圏が鳥取ですから、はい、広域連携の中に入ってて、はいはい、でこのキリンの町っていうのも新たに、うん、まあ、日本遺産になって立ち上げたんですけども、うん、これはキリン自姉妹が残ってる町同士連携しようと、うん、それに新温泉が入ってると。キリンの町、鳥取市、岩美町、若狭町、八頭町、智頭町、兵庫県の香美町と新温泉町、うん、そうですね、はい、これをキリンの町ということで今やってるわけですか。でね、実はこのステッカーを作りまして、キリンの町という、でこれを車に貼ることによって、まあ、車のナンバーに関係なく、鳥取とか兵庫県に関係なく、同じキリンの町ですよ、地元ですよいうアピールになってるそうなんですよ。まあそういうことでね、今度はこのキリン自姉妹について、やはりこの方にお話をお聞きしましょう。教えて田辺先生。本来のキリンというのは、あのビールの会社のラベルにある姿のものです、中国ので。ああいう恐ろしげですから、やっぱりすごい力を持ってると。そうするとこういう動物を回して悪鬼を払う、まあ、その舞を神さんに奉納して楽しんでもらう獅子舞というのが各地で行われてますが、特に鳥取を中心にしてこのキリン獅子が広がってるわけですね。で、中国の言い伝えではキリンというのは平和な世の中に現れると。そういう獅子舞もいろんな特色がありますが、それが西鳥取、東は兵庫県の特に浜坂の一帯に、分布していると。ある意味で一つの文化圏と言えると思いますが、こういうものは後の政治的に線引きをした県境とか市境を越えて広がっていく。この一つによく似たものに、兵庫県の北西部から鳥取県にかけて山を、普通山は富士山、山と呼ぶわけですけど、これを線と呼ぶ地域があるわけですよ。氷ノ山、扇ノ山、まあ代表は大山、岡山に行ったら奈義山、蒜山、まあこれも岡山北部から鳥取、兵庫の北西部に一つの文化圏でしょうね。まあ、こういうふうな文化の広がりの一つにキリン獅子の文化圏があって、でその町々がキリンの町として、連携しよう、こういう動きがあるんですね。
なるほど、これは面白いですね。伝統文化を守りつつ地域の交流もずっと続いてるというね、県境だけじゃないという、これは面白い発想やと思いました。さあ、そして県境の意識についても聞いてきました。ですね、そう言いますと、その隣は新温泉町ってとこですけども、あちらもですね、買い物なんかはやっぱり鳥取市内に出てこられたりするということでですね、やっぱり行き来は割とこう普通にありますんで、あんまりこの境という意識があまりないような気がいたしますね。はい、兵庫県、例えば高校野球の時なんかやったらもう絶対鳥取、はいはい、もちろんですね、それはもうそういうことに、兵庫県を応援することはないですか。そういう意味ではお隣ですけど、兵庫県、これはでも兵庫県の北部田島地区の学校が出たとしたら少し意識は違うと思うんですけど、神戸の方の都会のところだったらこれはまるで違う、やっぱり地域なんですね。やっぱりそうだと思います、ね、はい。なるほどね、その地域の意識というのが強いみたいですね。その他にね、山陰海岸ジオパークトレイルというのが2020年に全線開通しております。これは鳥取県の鳥取市から田島エリアの海岸を通って京都府京丹後市までの総延長230キロにもなるトレイルコースということです。これ結構ね、険しいところもあるみたいなんですが、ここはね、僕一遍歩いてみたいなと思っております。それとね、やっぱりね、魚のね、呼び方、これがもう地域で全然違うんですよ。例えばね、トウロ、ドギ、ゲンゲ、おばば、これみんな同じ魚の名前の呼び方ですよ。もうこないなったわけわかりませんけどね。さあ、今度は東側に移動しましょう。海に近いところを移動したんですが、移動中に波の音は違うのかなと思いまして録音してみましたが、皆さん違いわかりますか。まずは今紹介した浜坂の海です。これは田島北西部の海ですよね。続いては東側の木の先の海です。さあ、違いが分かりましたか。分からんちゅうねん、こんなんね。ボーダー、兵庫スラビアにおける県境とは。まもなく丹波の国に入ります。さあ、4つ目は丹波の国です。兵庫県の東側、京都府との県境です。丹波篠山というのが一つのブランドになっているエリアですね。特に丹波の黒豆、栗、松茸は全国的にも有名ですよね。さあ、県境の意識については、丹波と名のつく兵庫県丹波篠山市、丹波市、京都府京丹波町でお話を聞いてきました。まずは兵庫県側、丹波でも京都とこっちと違う、違う、それ意識する、する、京丹波とこっちの丹波と何か違う、何が違うの。それはやっぱし丹波言ったら篠山が丹波やろね。篠山が丹波か、丹波やと思う。京都とちゃう、違う違うなるほど、京都で丹波取ったらいかん、いかん特に丹波篠山やったらやっぱり昔からな、うん、なの通っとるとこやね。そうやね、僕ら昔からセットやったけどね、うんうん、丹波篠山、丹波篠山で、それが今まで篠山やった、丹波言ったらもう篠山言おったぐらいやったやからな、うんうん、続いて京都府側、京丹波町ということなんですね、はいはい、お隣兵庫県でしょ、はい、もうすぐね、はい、兵庫県のことは意識したりします。丹波篠山みたいな感じで、うんはいはい、こう取り上げられることが多いんですけど、それに負けないような今ちょうど枝豆の時期なんですけど、うんはい、あの価格もちょっとこちらの方が安くって、うん、あのいいものも出てるので、はい、特に意識っていうことはないですけど、うんはい、それがやっぱり京丹波というのをものすごい意識しとんちゃいますそうなんかな、いやそんなこともないと思うんです。
いやちょうど取材の時はね、丹波の、黒豆の枝豆のシーズンやったんですけど、やっぱりこの辺りではこの丹波というのをねものすごく意識されてるなと思いました。で今回取材のお土産にいくつかの地域でこの丹波の黒豆の枝豆買って帰ったんですけど、全てではないとは思うんですが、傾向としてはね、丹波篠山市のこの黒豆の枝豆はちょっと粒が大きくてね、お値段もちょっと高めな感じ、そして京丹波町産の、この黒豆の枝豆はちょっと小ぶりでね、お値段も安めかなという印象でしたね。その他にね、岡山県との県境でもこの黒豆の枝豆買ったんですけど、こちらはね丹波種黒豆と言われるみたいなんですね。丹波の黒豆と同じものを作ってるんですけれど、丹波以外で作ったものは丹波種黒豆なんだそうです。まあ塩で茹でていただきましたけど、どれも美味しかったですわ。さあここで丹波について田辺先生にお話を伺いました。教えて田辺先生。丹波はもともと6つの郡があったわけですが、そのうちの東4つが京都府、西2つが兵庫県で、やっぱり人間というのはどっかこう自分中心的な考え方があるわけで、兵庫県の人たちは大きい方の京都の丹波のことを丹波言わへんのですよ。自分らが丹波やと、向こうは京丹波言うて前に形容詞をつけて呼ぶ。京都の方の丹波の人たちは兵庫県側の丹波のことを奥丹波言うてますから、まあお互いにその競い合いながら、それ一方では丹波の人間やという共通点もあると。で今回明智光秀が注目されますと、兵庫県の中では明智光秀が信長の命令で侵攻してきたのが丹波やったわけで、これもまあ歴史的に京都側の丹波は比較的早く明智に味方をして、福知山がその中心になるわけですね。そして、兵庫県側の丹波では滝郡、まあ今の丹波篠山市にいた八上城の畑野秀春と、それから現丹波市のかつての氷上郡の黒井城にいた赤井直政という武将が入ってきた明智光秀と戦いをしていく。まあこういう時にも兵庫県側の2人はある時手を結んで入ってきた明智と戦おうたりしてるわけで、微妙な関係ですけども、その明智光秀を主人公にする大河ドラマをしてもらおうといって NHK に働きかけたのは、両方の丹波の人たちが共同して、行動を起こしたわけですね。なるほど。丹波で一緒になったり、いやこっちは京丹波、こっちは奥丹波、それでまた意識が違うたり、なかなか丹波というのは奥が深そうですね。さあここで明智光秀の丹波攻めの一部を講談師極道南王さんの講談でお楽しみいただきましょう。明智側からのお話なので、丹波の武将が悪者になっておりますが、お許しください。天正三年9月、織田信長は明智光秀を一間に呼び、こりゃ光秀、そちには丹波の赤鬼成敗を命じる。母、丹波の国黒井城の城主赤井直政、まあ、この人は叔父を殺して黒井城を乗っ取った、まあ、悪いやつです。赤鬼とも悪右衛門とも呼ばれて恐れられていた。光秀、この戦の意図するものは親方様一切承知いたしております。秀吉に命じられた中国毛利攻めを円滑に行うためかと。さすがは光秀じゃ。では任せたぞ。中国毛利輝元を攻め落とすためには、信長は山陰を手中にする必要がありました。その重要拠点が丹波であると考えた。光秀は当初安直に考えていた。丹波八上城の
畑野秀春の存在がありました。まあ、その読み通りに秀春は丹波の豪族を打ち倒し、戦は圧倒的有利に働いた。さすがの丹波の赤鬼、赤い悪右衛門直政も風前の灯火でありました。だがだけどしかし悪右衛門、世の悪を甘く見てはいけません。なんと早々と水面下では畑野秀春と手を組んでいた。なんと畑野が謀反を起こして赤井に寝返った。一気に形勢逆転、光秀は居城におずおずと引き下がるしかありません。光秀、そちは畑野の動きを見落としたか。お前は知略に長けてはおるが、人を動かすは心じゃ。心を読み違えては戦は勝てんわい。信長は光秀を知ったはしたが、怒りの先は畑野秀春でありました。そう、畑野の裏切りを読めなかったのは信長も同じです。必ずやこの光秀、黒井城の赤井を攻め落としまするゆえ、しばしお待ちを、と頭を下げる光秀に、当たり前じゃと怒り収まらぬ様子でつつつつつっと奥へと姿を消しました。光秀とて畑野へは腹渡煮えくり返っている。まあ、ところがこの畑野秀春を倒すのに1年半も経過をしていた。さあ、これより光秀の緻密すぎる戦が展開される。また丹波の赤鬼の運命やいかにと手に汗握るところでありますが、まあ、この続きはまたの機会のお楽しみ。いや、丹波市で取材してましたらね、明智光秀が治めた京都府福知山市、そして攻められた丹波市、まあ、実際は少し違うようなんですが、まあ、そんな意識を持った人もおられましたね。まあ、こういう歴史によって国の境界線も変わってきたんですね。ボーダー、ヨーゴスラビアにおける県境とは。まもなく摂津の国に入ります。さあ、最後の5つ目は摂津の国と大阪府の県境です。摂津の国は兵庫県でいうと神戸市三田市から東側のエリアで、兵庫県だけではなく大阪府の北摂地域も含む大きな国だったようですね。このエリアはお笑いコンビダウンタウンの出身地の尼崎、通称天、それから大阪国際空港、通称伊丹空港があるところです。まずは兵庫県の南東部、尼崎市の阪神電車尼崎駅前、そして国道2号線を東へ行ってすぐの大阪市西淀川区の公園で聞いてきました。まずは兵庫県側。県境ってことはないね。うん、でも県境なんかない意識ですかね、僕はね。うん、なるほど。まあ、やっぱり意識する、地元でもやっぱり。自分は天に住んでる。天っ子って言われる。ああ、天っ子でね。隣は大阪ですけど、うん、大阪を意識したりすることあります？まあ、大阪やと思ってるから電話番号は06ですね、うん、もう天は大阪、大阪やと思ってるから。ほら、あの天はほいで兵庫ですよね。うん、そうらしいね兵庫といえばやっぱ神戸が中心になってくるんかなっていうのが僕の中であって、神戸とはちゃうよなっていうそれもやっぱ違うよなっていうのもあって、天は天みたいな続いて大阪府側。全然県境なんか意識しませんか？あんまりしてないですね、はい、で隣はもうすぐ隣はもう尼崎、兵庫県ですよね、はい、そうです。それは意識したことあります？意識はしたことはないです。別に尼崎はもう大阪ですか？近いものがあると思います大阪の方ももう天は大阪と一緒は思います。うん、では、うん、くくり的に言ったらもう、うん、すぐ行けちゃうしっていう。これね、面白いんですけど、尼崎の人はね、尼崎愛が結構強いんですよ。
それにもかかわらず海女は大阪やいう意識も結構強いんですよ。これ面白いな思いました。でちょうどね、取材した時が大阪都構想の住民投票の直前やったんですね。ですからね、この機会に尼崎を大阪に入れていうようなね意見も聞いたりもしました。そしてね、旅行先でどこから来ましたってこう聞かれた時にどう答えますかいうような質問ではね、尼崎の人はね大阪からやいうね方がおられたり、西淀川区の人は尼からやいうね、そんな答えも聞きました。まあなかなか、この尼に住んでる方の、感覚も奥深いものがあるんですけれどもね。さあここで県境マニアとして本も出版されてますフリーライターの西村正幸さんに県境の魅力などをお聞きしましょう。西村さん。はい、どうもはじめまして、西村でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。で西村さんが、その県境マニアってお聞きしてるんですけど、はいはい、どういう意味ですの？はいはいはい、そうですね、県と県の境目ですよね、境目に行って、そこが実際どうなってるのかっていうのを見るのが、ちょっと楽しくなってしまって、要するに県境というのを自分の目で確かめてみようと。そうですね。じゃあ、兵庫県も行かれました？いくつかちょっと行ったところはありますね。そうですか。なんか変わったこととか面白いことってありました？そうですね、そうですね、兵庫県と大阪府の境目でちょっと面白いなって思うのが、はい、伊丹空港、あそこの中に県境が走ってるんですね。伊丹空港の中に境があるんですか？そうです、ありますね。知らなかった。ターミナルだったかな、建物の中にも一応県境があって、空港のターミナルの中を、警備してる空港の警察の派出所みたいなのがあるんですけども、派出所の部屋の中に、兵庫県警と大阪府警っていうふうにちょっと看板っていうか、なんだろう、札が立ってて、恐らくそれぞれの府警と県警の、警察官の方が詰めておられるという形になってます、ね、そう、ほんまですか。今回ちょっと見落としてたな、それは。それ、へえ、違う所属の警察官がそこにはいてはるということですね。そうですね。ですから、おそらくその、何らかの その事件ですとか事故があれば、はいはい、境目を基準にどっちで起こったかっていうので、はいはい、多分出動される方が違ってくるんだな、だろうなとは思いますけども。へえ、そんな発見あったら面白いですよね。確かに。なんかそんな、そこまでいかんでも面白い出来事、兵庫県、他にもあります？あともう一つ、私が行ったことがあるっていうのが、妙見山。はいはいはい、能勢の。能勢、そうです。はいはいはい。の、妙見山の、お寺ありますよね。はい。あと鳥居かな？鳥居もがあって、その鳥居の真ん中を、府県境ですよね。が走ってるんですよ。ほら、鳥居真っ二つに分かれるいうことですか？そうですね、片方は大阪府で片方が兵庫県。なんでそんなわざとそれはそこに置いたんですかね？わざとかどうかちょっとわからないんですけども、もう面白い話題だと思うんですけど、考えてみたら、なんでそんなところにわざわざ作ったんやとか、県をまたいで形がゴロッと変わるとか、いろいろあるんでしょうね。そうなんですよ。やっぱりなんでこうなってるんだろうっていうところをちょっと調べると、やっぱりそれなりの言われがあったり理由っていうのはやっぱあるんですね。じゃあこれからも西村さんとしては、県境へとにかく現地に行ってその目で確かめるというのを続けていこうと。続けたいですね、はい、続けたいとは思ってます。はい、わ、はい、かりました。また面白い話あったら伺いたいと思いますが、どうも、はい、はい、今回はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。いやー、初めて聞くお話が次々と出てきましたけど、また県境マニアの方がいてはるいうのにもびっくりしました。さあ、そしてこんな不思議な地域を発見しましたのでお聞きください。
飛び地なんですよ。ここね、豊中がね、豊中川向こうが豊中なんですけど、結局こっちが川からこっちがって基本は長崎なんですけど、その一角だけが豊中なんですよね。なんでかって、なんか昔僕聞いたんだけど、その川が S 字になってて、こう S だから氾濫するからまっすぐ切ったと、ほんならまっすぐ切ってこっちに飛び出してた部分が尼崎に陸続きになっちゃったけど、結局まあそのままでって。わかりました。もともとはくねくね曲がってた稲川が、兵庫県と大阪のこの県境で水害があって、で川をまっすぐにしたわけですね。でそのくねくねした S 字を書いてもうたらわかるんですが、真ん中に線を引くと、まあ、飛び地ができると、こういうことですよね。本当にね、住宅街のあれいうところに、このここから大阪府いう標識がありましたわ。でね、あの阪神淡路の大震災の時なんかも、その県境でこちら側は断水、こちら側は普通に水来てるみたいなね、そんなこともあったというお話も聞いてきました。さあ、そういうことでこの飛び地について兵庫のヒストリアン田辺先生に伺いました。教えて田辺先生。私の大学の学生がある時質問に来たんですよ。夜のNHK の天気予報を見てたら、紀伊半島の南東です、奈良県と三重県の境の線が二重になってると、あんなん修正してちゃんと書き清書し直さないかのんちゃいますのんと言ってきた学生がおるんですよ。見てるな、奈良県の南東部、三重県との境目の境界線、今日の晩のニュースでも見てください、二重になってる地域があるんですよ。これは線をなずって二重になってるんでなくて、この二重線の間が西側の和歌山県の県域なんです。こういう一つの自治体のテリトリーがよその自治体の中にポツンと孤立して入って、これを飛び地というんですね。なるほど、飛び地もいろんなところにあるみたいですね。兵庫スラビアにおける県境とは、それぞれの県境の様子をお聞きいただきました。まあ普段はあんまり意識してないなというように感じました。でもこの時はどうだったんでしょうか。2020年、新型コロナウイルスの感染防止のために県をまたいだ移動の自粛などで、今までで一番県境という言葉を聞いたような気がします。例えば兵庫県尼崎市の人が岡山県の隣の赤穂市に県内移動で旅行に行くことと、東隣のすぐ近くにある大阪府のスーパーに買い物に行くこと、これね、感染拡大防止という観点からすると県境って何だろうという気にもなりますよね。この辺りの意見などを各地域で聞いてきましたのでお聞きください。正直困りました。生活圏内なので。そうなんです、岡山以外の車見たら、何やナンバーとかね、ナンバーやっぱり見ますね。どんな気持ちになった？いや、もうコロナ持ってきたら変化思ったりしてしますけど、で神戸の田舎はコロナなってことでもあんまり意識したことないわ。ああ、そうですの、だって誰もいない、コロナになった人がいないから。まあね、やっぱりなんて田舎やけん、コロナになった人とかはやっぱりこう、あそこの人がとかこう特定したりとか、噂がね、これはやっぱりあるなって、田舎やなって、まあ僕も仕事で兵庫とか県またぎというか尼崎の方も行きますんで、やっぱりそこを規制されるのはどうかなっていう疑問感はやっぱあったのはありましたけど、ちょっと違和感みたいな、違和感ね、はありました。そうですか、はい。生活圏ということもあって不便やな、困ったなという意見が多かったような気がしますね。また人口の少ない地域では田舎だから大丈夫というような、まあ、危機感がちょっと薄い人も都心部の方に比べて多いようにも思いました。さてここで人々の移動やこれからの新型コロナウイルスへの注意点など、感染症に詳しい神戸大学病院感染症内科の岩田健太郎教授にお話を聞いてきました。そうですね、県をまたいでの移動の自粛ということですけれども、これはその新型コロナウイルス感染症の流行の状況に依存します。
で、したがってどういう状況かによってその移動っていうものが意味のある対策になるのか、あるいはそういうものでもないということになるのかっていうことになると思います。感染が拡大している地域と感染がそうでもない地域、こういったギャップのある地域間での移動っていうのは危ない。何しろコロナウイルスはその拡大させるのは人しかいないんですね。いろんなウイルスがいろんな方法でその感染を拡大させます。昆虫が拡大したり鳥とかが拡大したり、でもコロナに関して言うと人だけなんですね。基本的には人が移動して人が感染を広げているわけです。コロナについて言うと状況判断のミスが非常に多い、つまり過大評価、それから過小評価、コロナみたいなものは風邪みたいなもんだっていうこの過小評価も判断ミスですし、もう怖くて外にも出れないとかですね、ずっと何ヶ月も外出してないみたいなのは過大評価ということになります。コロナっていうのはこうやれば感染は広がる、こうやれば特に感染は広がらないっていうのがもうかなりの情報知識が集まってますので、そういった正しい情報を入手してですね、リスクのある行動はしない、でリスクが特にないことについてはあえてそんなにこだわらない、怖がらない、であとは人間同士で争わない、誹謗中傷なんてのはもってのほかで、そういうその人間そのものがですねもたらす被害っていうのは非常に大きい、我々医療従事者もかなりその人間に攻撃されるってことが多くて、これは全く不毛ですので、あくまでも病気と対峙するということが大事になります。続いて医療の世界には県境があるのかを聞きました。県っていうのはあまりないんですけど境はありますね。一つのその行政区画として、例えば兵庫県で言いますと神戸市っていうところの感染症の対策とか患者の搬送っていう区画と、兵庫県神戸市以外のところっていうのは完全に分かれてますし、それから大阪とももちろん分かれている。だからその保健医療公衆衛生っていうものの区画っていうのは言ってみれば県境みたいなものがあるわけですね。なるほど、まだまだ未知の部分が多い新型コロナウイルスですが、それぞれの対策、そして正しく恐れるということが必要なようですね。ボーダー、兵庫スラビアにおける県境とは。さあ、今回たくさんの方々に取材のご協力をいただきました。本当にありがとうございました。県境の意識、その他に面白いお話、考えさせられるお話、いろいろと聞けました。ボーダー兵庫スラビアにおける県境とはというテーマで進めてまいりました。最初はですね、それぞれ皆さんもっと意識してるとかね、ライバル的やなこの地域はとかいうような話が聞けるのかなと思ってたんですが、実際はですね、あんまり意識してないなというのが、率直な感想です。でも今回の新型コロナウイルスでの移動の自粛、その他学校の校区とか自治体の制度などの違いで、嫌がおうでも意識させられることがあるということですよね。兵庫県の人は兵庫県人という意識はどうでしょう、低いのかもしれませんけれどもね。逆にここは田島、ここは丹波というように兵庫県の旧五国のエリアを意識している人が案外多かったようにも思います。よく考えてみると都道府県という行政区分は150年ほど前にできたんですよね。それまでは兵庫県の旧五国のように、またもっと昔はそれぞれのお殿様が治めていた地域で分かれておりましたよね。ボーダー、境界線は時代によって変わっていくということは、この先都道府県ではない境界線に変わるかもしれませんよね。その先のもっと未来に、昔はここに兵庫県というのがあって、県やったらしいよとか言われたりするかもしれません。さあ、誰かが決めた境界線で区別や差別などしないで、お隣同士、お近く同士で協力していく、これに尽きるんではないでしょうか。境界線、ボーダーは様々なところに存在します。あなたの心の中にもボーダー、境界線があるかもしれませんね。ボーダー兵庫スラビアにおける県境とは。ナビゲーターは谷五郎でした。